内藤、内藤哲也、内藤哲也、おめえのあれは読み切った。明日楽しみにしとけ。 You just come out。 I hate Naito。 I despise him。 Before I said I was going to piss in his hat and throw it in the Tokyo Bay。 I'm going to take a big shit in it when I win the tournament。 I'm going to pose naked with the New Japan Cup。 You know what, fuck Naito。 He's not even a champion。 I'm a double Rishi champion right now。 And when I win the New Japan Cup、I'm taking Okada's heavyweight title。 明日対戦するザック・セイバージュニア、彼の、まあ、グラウンドテクニックであったり、まあ、スタンディングでの関節技であったり、これはね、このプロレス界においてピカイチだよ。本当1番2番を争ってるぐらいの高いレベルなんじゃない。彼は、俺もあのグラウンドテクニック、関節技、ジャベのテクニック、俺は彼にはかなわないよ。それは素直に認めますよ。だからこそ明日尼崎大会のメインイベントで彼のテクニックを存分に味わいたいっすね。その上でまあ勝ってしまうでしょうね、まあ、鈴木君、まあ、特に高道の句とかちょっと面倒くさい選手はいますけども、うん、まあ、それを気にすることなく明日はザック・セイバージュニアに集中したいかなと。彼のテクニックを存分に味わいたいなと。俺は楽しみですよ、うん、まあ、というわけで明日ニュージャパンカップの1回戦、尼崎のお客様にハッピーエンドとはこういうものだというものを皆様にお見せしますよ。楽しみに待っててください。では、アスタマニアナ。